頭めっちゃ潰れとるよ。ここね、すごいリッチなんで扇風機の風も当たる扇風機の風も当たるし、頭の固定もされるし。もちくんって意外に小顔なんだよね。そう意外にね。あのハムスターと一緒。そうです。ハムスターもさ、意外に毛の毛量がすごくてさ、そうめっちゃちっちゃくなるやん。なる。細いとこでも大丈夫やん。もちくんもそうやもんね。細いとこ通れるもんな。俺のポンポンがいいよね。顔どういう形それ。意外に落ち着くらしい。何やっとるよそんなところで。猫ちゃん来ないよ。その顔やめて。うちくん、寝にする？昼寝しよっか。昼寝する？昼寝する？潰れてますよ。ピタッとくっついとるよ。うん。ぴったんこ。ほんまの可愛い弟やもんね。今4歳やで35、うん、私と同じぐらい。今一番経験の時知識も体力も油が一番ないもうちょっとでかすぎる。これにさるみちゃんが寝たらもっと最高なんだけどな。るみちゃんも寝てもらうじゃないな、うん、暖かくて暖かいもんね、暖かいよね、ここにいるとね。可愛いな、この2人やばいよ。もう絶対乗らんよね。怖くない、ちっちゃいと言ったら。この子なんかあんまり好きじゃないみたいで、自分で歩くのが好きで。おもちゃもでもここがもう大事だわ。そう、しかも全然嫌がらないっていうね。何の散歩なのかもよくわからない。何の散歩なのかはわからない。毎日街なんかあるけど、あの奥さん何の散歩かわからないよね。絶対有名人にはなるよ。言うて一緒におるだけみたいな。おるだけみたいな。面白すぎる。めちゃくちゃ
かわいいですね。ゆみちゃんも手がいいです。ちゃんと持って。ちゃんと持って。あ、いるんだ。めちゃくちゃかわいいよ。まんざらでもない顔してる。あ、もういいね。ねちょっと軽く。後ろ姿を撮ろう。可愛すぎて。最高だねこれ。これ最高だわ。最高この後ろ姿も。もうねその後ろ姿やばいよね。何やっとなあれ。おかえりの前。